始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは相変わらず元気にさせていただきます今日はちょっとお上品ですね、はい、ミシェルさんはお買い物好きですか。お買い物、うん、行きますね。はいはい、行きますよ。服でも何でも行きます。いつもおしゃれですね。そんな行かねえか。そんなには行かない。今店舗に行けば、うん、いろんな商品が当たり前のようにたくさん並んでますが、はい、改めて考えてみるとすごいことだなって思いませんか。あれがなんでそこに運ばれてくるのかとか、うん、そういうこと。急にそこに飛んでくるわけじゃないですもんね。そうだよね。あ、今日そういうお話。そうなんですよ。私がよろしいようで。もう食品だって着るもんだって何だってそうだよね、うん、そうなんですよね。今回の企業様は、うん、お客様のあらゆる物流ニーズに応える総合物流企業様として事業を展開されているこんな企業様です。今私たちが手にしている商品には既存のメーカーや運送業者だけでなく第三者の視点で物流の改革や戦略を構築するサードパーティーロジスティクスという事業が大きな役割を担っている。そんな物流の総合商社として人々の生活の支えとなり社会の基盤を作り上げた男がここにいる。株式会社 SBS ホールディングス代表取締役社長鎌田正彦。画期的な配送システムを強みに一大企業へ成長を遂げた株式会社 SBS ホールディングスはベンチャー精神で培ったより良いサービスと新たな価値の生産、そして社会のニーズに応え続けることをモットーにとどまることのない進化を続けている。今回は SBS ホールディングスのトップ鎌田正彦をスタジオに招き詳しく話を聞いた。まずはじめに、はい、SBS グループ様どんな業務内容なのか教えてください。私どもはですね、ロジスティックカンパニーですね。で特に我々は 3PL というですねこの考え方で、ロジスティックを総合的に受託をして大きな倉庫の中でロジスティックを供給してそれをこう配送まで受けようようなことが、まあ、メインの会社でありまして、でトラックがだいたい4000台、倉庫が30万坪、また人材派遣とかですねグループ会社でそういう会社があったりですね、システムを受託したりとか、まあ、そういうことを含めて総合的なロジスティックカンパニーを今経営しております。 3PL ですね。 3PL ってですねメーカーがありますね、はい、メーカーが製造してでそれをまあ卸があって、はい、で卸からこの小売にこう届いたりするわけですね。でそこにこう物がずっと流れていくわけですね、はい、とメーカーで作った在庫が卸に流れたり小売に流れたりする中で全部物流が発生するんです。物流がそこの流れをですねきちっと我々がこの提案して考えてできるだけ安くコストがなるようにですね提案をして総合的でその物流業務をですね一括で我々がアウトソーシングで受けるっていうのが 3PL っていうそのサードパーティーロジスティックっていう言葉なんですね。これがアメリカでこう先に流行ったんですけども、それがまあ日本に来て日本もそういうふうにロジスティックがですね経営の根幹を担うようなことになってきたんですね。それを我々が提案をして全てのその業務をアウトソーシングでお受けして物流コストをトータルで下げていくと、そういうことをやる会社なんですね。コストをトータルで下げていくと下げていくと、ね、一貫して受けるからね、はい、なるほど。一番の強みってやっぱりそこですか。その下げていけるっていうところで、それとそのですね、うん、我々はですねベンチャー企業なんですね、うん、私が創業した会社なんで、まあ、日本のその大きなその物流の会社はですね、まあ、1兆円の会社2兆円近い会社があったり1兆円の会社があったりいろいろあるわけですね。もうかなりですね会社が出来上がってるんですね。それで非常にこう硬直化がもう始まってるわけですね。で我々は私がこの30年前に作った会社なんでベンチャーなんですね。だからそういう意味で非常にこのスピードが速い。お客様からいろんな提案を受けてもですね、うん、すぐさまの提案を出すとかですね、もしくは受けた仕事をもう責任を負って徹底的にその完成するまでやり続けると、うん、まあ、そういうぐらいのことができるようなこうベンチャー企業ですね。普通ベンチャーっていうとちっちゃな会社が多いですけども、はいはい、当社1500億の今売り上げがあって、それともベンチャー精神をずっと持ち続けて戦い続けていると、それがこの規模にしてベンチャー的なスピリットを持ってスピードがある会社はなかなかないんで、僕はそれが
圧倒的な強みじゃないかなと思ってます。もうお客様の望みにすぐ応え、うんね、パッて距離感が近い、ええ、そういうことなんでしょうね。そうですね。もうそういうお人柄のようにね、そんな僕が先輩に申し訳ないけどもということで、今回は 3PL サービスを提供している SBS ホールディングスの物流現場にもお邪魔させてもらった。千葉県野田市の野田物流センター。ここでは入荷出荷に至る作業フローに無駄な時間が発生していないかどうか、物流現場の改善活動などを通じて常にチェックし、問題点があればそれを解決していくことで作業時間の短縮を実現している。ここのセンターの強みっていうのは、個人プレイヤーがいなくてですね、組織力でこう動いてると、何事も全員で片付けるというような形になってますんで、ですから協力的な従業員が多いということですね、はい。入荷業務においては近年社会問題化している物流センター周辺での納品・積み込み待ちトラックによる違法駐車の解消にも着手。納品・積み込みスケジュール管理の徹底や荷物の積み下ろし作業のスピード化などに取り組んでおり、また出荷業務においては作業滞留を発生させることなく、荷揃えまでの一連の作業がスムーズに進捗していくようにオペレーションフローを設計することで配送トラックの定時出発を厳守している。時間帯でですね、納品時間が決まってまして、このカテゴリーはこの時間、このカテゴリーはこの時間ということで決まってまして、できるだけ車の待機時間をなくすというのを目的にしております。さらに物流関連業務の簡素化やコスト削減の実現に向けて、倉庫管理システムをはじめ検品システムや貨物追跡システムなど、さまざまな物流情報システムを開発・導入・提供、独自の物流情報システムを活用しお客様のニーズに応えている。また荷物の保管に関しては壺貸し・パレット単位・ケース単位などお客様の物流コスト削減にも貢献している。ここで実際に現場で働くスタッフたちに職場の雰囲気について聞いた。楽しいです。楽しくやっています。皆さん優しく教えてくれてとてもいい雰囲気です。まあ少人数でやってるんですが、わきあいあいと、楽しくやっております。皆さん協力し合って一生懸命やってるんで、最近は終わる時間も早くなって、とてもスムーズに終われるようになったので、みんなの協力があってだと思います。まあ、パートさんとか、仕分け一緒にやってる方とかに、どうしたら仕分けが早くいくかとかをみんなで話し合って、でこうしたらいいっていうのをみんなで取り入れて、でやってみてっていうのを支店長からやってみてくれっていうふうに言われたの でそういう点でいうと、すごい意見を言いやすくて働きやすい職場だなと思います。重要に考えているのはやはり組織力って言うんですかね。協力会社さんも私のところもどちらが仕事を上げてる、受け負ってるっていうんじゃなくて、まあ、50-50 のね考えでやっぱり臨んでます。ですからお互い協力して一つの目標をに向かって戦いましょうっていうところで、一緒に団結した集団ですかね、協力会社さんが集まった集団でもあるし、まあ、従業員の方もやはりそういうところを私たちの、志っていうんですかね、会社の、考え方を理解してくれている人たちが集まった集団でもあります。続いては物流の世界へ飛び込み、現在の経営に至るまで鎌田自身が歩んだおよそ30年の道のりを振り返ってもらった。僕はもともと田舎で九州の宮崎で生まれまして、はい、いいとこです。で父親が材木商をしてまして、で倒産したんですね、小学2年生の時に。それでずっと僕は小学2年生の時から親父みたいに倒産させない会社を作りたいってずっと思い続けて、それで、19歳で東京出てきたんですね。でお金がなくて、それで、大手宅配便の会社に入って、はい、その時19歳で初任給37万円だったんですね。すごい。3ヶ月後に53万というですね、その募集を見て飛び込みまして、そこで実はお金を貯めて、海外に留学して、それで貿易商になろうと思ったんですね。
ところがその会社側が辞めさせてくれなくて8年そこに勤めまして、それで独立してやはり同じような物流会社を創業したんです。へー。でも最初にこのお父様が、ね、倒産された時に普通だったらいやもう会社とかって後でなんかダメージがあるじゃないですか、思いの中に。逆だもんね、俺がやるぞみたいな。なんかね、子供の頃やっぱ変わった子で、ものすごいこう興味があって、親父のいろんなこう商売上の話をね、こう聞いてて、で困った時すぐこうおふくろに相談するわけですね。で僕はそれ聞いててね、この人は決断できないなと。だから僕だったら決断をね、そのくらい自分で決めると、自分で決めて自分で新しい道にこう進んでいくのがね、自分だったらできるだろうってね、おぼろげながらね、そういうことをずっとね子供の頃感じてましたね。だからやっぱりビジネスは決断力だと、それをこう身につけていこうというのが自分の子供時代の考え方でしたね。それで19歳でこちらに出てこられて、そこからですもんね。そこからまあゼロからですね。ゼロからね。そして SBS ホールディングスを語る上で欠かすことのできないあるサービス、現在の物流にも大きな影響を与えたその画期的なシステムはどのような経緯で生まれたのか、詳しく話を聞いた。もともとですね、その大手宅配便会社にいてですね、世の中がですね、やっぱこう今日注文したらですね、今日届けてほしいみたいなニーズがあったんですね。で、まあ、最近ですとなんかアメリカから世界最大の通販会社とかいっぱい来てるじゃないですか、はいはい、で今は当たり前ですけど30年前ってのはそういうことなかったんですね、だけどちょっとずつやっぱ物をですね早く届けなきゃいかんっていうような習慣があって、メガネ業界とか時計業界とかですね、そのコンタクト業界とかそういった業界の方々はやっぱりその在庫をできるだけ持ちたくないから注文したらすぐ届けると、こういうニーズがあったんで、私はそのニーズを感じ取って即日配達の会社を作ったんですね。それがまずこうスタートで。そうだよな、そんな昔に。そうです、それがなかったもん ね、そんな即日だとかその次の日に届く、うん、次の日があって、うん、その次ぐらいかなみたいな感じだけどね、早くてもっていう。はそうですね。だその時に、まあ、大手宅配会社さんがいっぱいあった中で、うん、まあ、我々は本当に規模が小さいんですけども、そういう得意な仕組みを作ったもんで、まあ、なんとか生き残ってきたんですね。そうだとこう潰されますよね。ね、この日本には大手宅配便会社がドーンといっぱいありますからね、そこを立ち上げてやって、でそれからこういろんなこのロジスティックの会社とかですね、その倉庫とかそういうの出てったんですね。ちょうどこう創業して16年目ぐらいに上場ができて、で上場をジャスダックにしたんですね。である程度のこう規模ができてきたと、というのが我々の歴史ですよね。すごいね、今簡単にお話を聞いてきちゃったけどさ。しかし現在の経営に至るまでにはさまざまな困難も待ち受けていた。ベンチャー企業として過酷な時期をどのように乗り越えてきたのか、当時の思いとともに振り返ってもらった。今はですね、なんかベンチャーキャピタルとかいっぱいあって、若者もすぐこの会社を起こしたらベンチャーキャピタルに行ってこのベンチャーの資金を入れてもらうんですね。そうするとこう返さなくていいじゃないですか。で僕の場合はその当時ベンチャーキャピタルもなかったんで、そのお金は銀行に行って借りると。でそれも当時銀行も貸してくれないから信用組合とかですね、信用金庫とかそういうところにこうお願いに行ってお金を借りるんですね。でちゃんと自分で事業計画書いて借りると。だけど事業ってそう簡単にならないわけですね。で赤字が続いて本当にお金が足りなくて、明日も給料払うお金もないというところまで追い込まれるわけですよ。そういうのがこう何回もこう訪れるわけですね。それでとにかくもう会社ですから、そのもうお金が足りなくなって潰れたら結局親父と一緒で倒産ですよね。でそこをこう乗り越えるためにカードで新幹線のチケットを買って、神田の換金屋に持ってってお金を調達したとか、そんなことを繰り返しながらね資金をつないでいくわけですよ。そういうこう本当にこのどん底の資金繰りをずっとですね続けていくわけですよ。何年も、はあ、でも経営者がそこでもう諦めてもういいやって思った時が倒産なんですよ。だからそういいやと思わないで、これでもかこれでもかっていうふうにこうね資金をつないでいくわけですよ。それが一番苦しかったですね。それはなんでいいよいいやって思わなかったですか。やっぱりその従業員もいるしね、やっぱ会社を潰すっていうのは最悪な、ね、経営者にとっての
罪悪なことなわけですね。やっぱり会社って絶対に潰しちゃいけないっていう気持ちを持って創業したもんで、九州から出てきて何くそと思ってやるわけですよ。でお父さんのそのまあ今だから申し訳ないけども失敗があってそれも見てるしね。そうそう、だから絶対に倒産をさせちゃいけないっていうのがもう染み込まれてるから体に。だからそれがずっとね苦しいけどもお金を回していくわけですね。お金を調達していくのがね一番やっぱ苦しいわけですよ。今はなんかねベンチャーキャピタルのお金をねこう入れるじゃないですか。投資みたいな感じで出てきますからね。でもこれはこれでねやっぱりものすごく返さなくていい金を使うから意外とこれ倒産する人多いんですよ。失敗して、ね、結局返せなくていい金っていうのはね脇が甘くなってね、その投資もね本当は1000万でいいところをね3000万とか出しちゃうわけですよ。それでダメになってるケースが多いんですよ。だから僕の場合はもう自分でお金を借りて返してをずっとこう来たんで、やっぱり一番苦しかったのは資金繰りです。説得力あるね。本当にそこだよね。なんとかしなきゃいけないと思った時になんともならない時もあるしね、なんともされてきた方もいるしね。素晴らしい。10年間資金繰りに苦しみましたね。ずっと毎日印鑑証明を机の中に30枚ぐらいいつも入ってて、リース契約はい印鑑証明融資はい印鑑証明全部この自分の印鑑証明が毎日こう出てましたよ。何十枚もその頃はね、今乗り越えられてこれだけ大きなっていうね会社になるわけですからね。 CM の後は鎌田正彦が語る社員への思い、そして今後の展望に迫る。苦節10年の末、成功を収めた鎌田は経営者としてあることを強く意識しているという。企業のトップに立ちどのような思いを培ってきたのか、さらに詳しく話を聞いた。人が僕は一番大事だと思ってまして、人材ですね、財産の財ですね、人材。当社はですね、やっぱ経営理念の中にも人を大切にするというこの言葉を入れてるんですね。やっぱこう集まってきた人がですね、やっぱ楽しくですね、和気あいあいとこう働いていただいて、それで会社に対しての忠誠心が出てきて、それがこう会社の力になっていくんですね。だから僕は絶対にその人をですね、こう切っちゃうとかですね、そういうこと絶対しないんです。人は絶対大事に僕はと思ってるんですね。だから働いてる人たちはこう仲間だと、もう自分の本当にこのその同心だと思ってですね。そういう考え方をずっと持ってるんで、やっぱ人が全てなんです、ね、だからこれだけ物流業っていうのは働いてる人たちがいっぱいいるわけですから、グループの中で1万4000人今人がいるわけですね、この人たちを大事にしないとですね、会社ってうまくいかないんですよ。だから僕はやっぱ経営で一番大事なことは人心ですよ、人ですよ、人の心の、ね、を本当に大事にするのが経営だと思ってるんですね。そういうふうに経営をしてきたつもりですね。生きがいのある職場としてなっていくわけだよ ね。どういう雰囲気なんですか、社内もですね、僕は社長室とかなくて、真ん中に座ってですね、でみんな僕の前に来てこうやっていつもこういうふうに喋って、で意見も決裁もあじゃあこうしようってすぐも言うわけですね。でそれがそういうふうにこう、な職場なんで、なんかみんな僕のことは部長ぐらいしか思ってないと思ってるんで近いんですね。すごい近いわけですよ。社長ってなんかみんな社長室に入ってね、こうこもるじゃないですか、そうするといい話もね、悪い話が特に、ね、伝わらないんですね。真ん中にいるとこうみんなの顔色をこう見ただけで、あなんか変なことが起きてるなって分かるじゃないですか。そういう意味でこうやっぱ社員と同じね、同じその立場になって、仕事をすると、それが大事だと思いますよね。僕は今まで社長室が、あるんですけど、それは打ち合わせにしか使わないんで、ほとんども机真ん中に置いてずっと今まで30年間やってきましたね。30年間、はい、ここでミシェルが鎌田へ問う、人材育成で一番大切なこと。
あなたのこと見てるよってね。あ、気にかける。そうそう、だからトイレでね、元気かとかね、声かけてやるとね、なかなかね、やっぱみんないいわけですよ。やっぱ気にかけてあげることですよね、人のことのことを。その温かみが感じられますよね、お話をさせていただいてもね。オフィスにもいてくれるし、人がいっぱいいるから全員隅々まで知りませんけども、まあ、あのだいたい廊下であったらこう元気かとこうなんか言いますよね、いろいろね。安全への取り組み、それから環境への取り組みも盛んに行っていらっしゃるんですよね、はい、会社がかなり規模が でかくなってきてますんで、トラックも4000台近いトラックが走ってるわけですから、公道を走ってる車ですからね、やっぱり絶対に事故を起こしちゃいけないってことで、ドライバーコンテストとかそういうのもやったり、事故を撲滅するような取り組みをみんなでやったり、まあ、そんなことをやったりですね、あと環境に優しくですね、 CO2 を出さないようなその天然ガスの車を導入したりとか、まあ、そういうことをやって環境に優しい企業作り、まあ、そんなことをやったり、あの SBS 蒲田財団っていうのを作りまして、財団、これ奨学金をですね今度やるんですね。で全国にですね、あの親御さんたちがいないお子様がいるんですね、でその子たちがその、まあ、高校生まではその施設に入れるんですけども、高校卒業するとですね、もう国が面倒見てくんないですね。だから大学とかですね、専門学校に進学するときはもう翌日出なきゃいけないですね。ここでですね、借りるアパートを借りるお金がないんですよ。これは奨学金からも貸してくれないんですね。これを助成してやろうと思ってですね、で蒲田 SBS 蒲田財団を作ったんですね。その人たちが今関東にですね、そういう方が大体100人から200人ぐらい毎年いるんですね。それにその30万円ぐらいの助成をしてあげようということで、その SBS 蒲田財団はそういう子たち この支援をしようと、こういうことを今考えてるんですね。ああ嬉しいな、お話伺ってても嬉しくなる話だな。教育は本当に平等に受けてほしいもんね。本当にそうですよね。ちょっとそういうハンデがある方に対してやっぱ支援していくっていうのもやっぱ社会的僕は責任があると思ってて、まあ、我々もやっぱりその利益を出した一部はやっぱそういうところに寄付すべきだと思ってるんですね。昔から掲げていらっしゃることなんですか、社会貢献というのも一緒にっていうのは。そうです、やっぱこれアメリカの会社なんかほとんど当たり前じゃないですか。で日本はその寄付する文化がないんですけど、やっぱ今まではその会社が生きるか死ぬかで、その潰れるかもしれないところにさまよってましたから、そういうことはできませんけども、まあなんとか潰れるリスクがちょっと減ってきたんで、今だったらそういうご寄付をですね、できるはずだと思って始めたんですね。今でも本当にその会社が苦しい時期は、その人の寄付どころか自分の会社が潰れるか分からない状況でしたから、まあ、今は一部のまで上場して、なんとかそれでも潰れるリスクは減ってきてると。そういうふうになられた会社にはやっぱりな、そういう社会貢献みたいなところが本当にありがたいね、我々にはね。地域にこういう会社があると本当にいいですよね。いいな、地域ね、そうだね。新たな今後の目標だったり展開もお聞かせください。今ちょうどですね、当社の売上で1500億ぐらいなんですね、で先ほど話したようにやっぱ3000億を早期に達成したいと思ってるんで、 M&A をね、ちょっと積極的にやりたいなと思ってまして、あの MA をこういろいろ今からやってですね、3000億ぐらいの規模をですね早期に達成したいと思ってるんですね。だから5年以内ぐらいに、まあ、2000億とかですね、2500億ぐらいのこう規模に持っていきたいなと。で、まあ、その先3000億ってのは多分見えてきますから、まあ、数年以内に2000億兆ぐらいの規模に早くしたいと。それとその M&A 以外にもこう倉庫がね、最近インターネット通販がどんどん伸びてきてるんで、やっぱ倉庫のニーズが足らないわけですね。だから僕らはその倉庫を作ることも一つの事業としてやってるんですね。で今度野田にですね4万坪の土地を買ったんですよ。4万坪、そこにですね8万坪の倉庫を作るんです。4万坪の土地に8万、あ、2階か4階だと。4階か、あ、そういうことです、あ、なるほどね。それでまあ貸し床面積になると3万5000坪、はい、3万5000坪ぐらいですかね、7万坪だから3万5000坪の倉庫を2棟建てて、ね、7万坪の倉庫を作るんですね。これオリンピックまでにこの1棟を作って、オリンピックの2年後にもう1棟作るという計画を言いましたね。もうビジョンができてんだよ。これね、これができるとですね、日本の物流会社で最大級の、過去やったことない倉庫なんです。あ、そうですか。日本の物流会社で、はい、今
ファンドとかですね、いろいろいろんな外資系のファンドさんがそういうことをやってますけど、日本の物流会社が単独でその7万坪の倉庫っていうのは誰もやったことないです、うん、それを僕は初めて挑戦しようと。なるほどね。そのためにも必要なその今後求める人材とは、分野分野でね、はい、いろんな人材の方が必要んで、うん、まあ、ホールディングの方は、まあ、いろんなその銀行の方とか証券の方とか、まあ、いろんなそのメーカーの方が来られてるんですね。だからそういう意味で人材はですね、もう本当にバラエティに富んでるですね、人たちが来てるんですね。私はその、人は多国籍軍がいいと。その純粋培養の会社はですね、どっかでおかしくなると。だけどいろんな経験をしたですね、その多国籍の人たち、ね、それは強いわけですよ、うん、戦争もそうですよ、多国籍軍の方が強いんですよ。いろんな人材の方に来ていただいてこの2000億3000億のですね、戦略をこの上で考えていくと。でその下の この現場で働いている人たちはやっぱり、運転する方とかその倉庫の中で働く方なんかはやっぱり我々とそういう夢をね共有して、このインターネットの通販もどんどん伸びてますから、その中でやっぱ我々が配達もですね、本当にこのちっちゃな荷物を届けたり、まあいろんなトラックもありますから、まあいろんなトラックに乗ってやっぱその安全運転で我々とこの将来の夢を一緒に語っていけるような人材にぜひ来てほしいですね。なるほどね。しっかりなされてるね、本当にね。もうここがしっかりしてるからつながっていくよね。みんながついていきますよね。社会を支える企業として仲間と共に成長を続ける鎌田正彦。そんな男が胸に刻んだ格言とは。では最後になりますが、鎌田代表が心に刻んでいる大切な言葉を教えていただけますか。僕は4文字でですね、いつもこの大使退任って自分の作った造語が好きなんですね。大きな志を持って大きく忍ぶ、ね、だからやっぱり大きな志を達成するためには忍ぶという心がないとこの大使は達成できないというふうに思ってるんですね。だから本当にこう我慢しながら忍びながら、それで夢を大きくしていくと、これは僕は好きな言葉で、そういうふうに自分がずっと今まで経営をしてきましたね。ありがとうございます。今後のねますますの発展を記念しております、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。相反的バランス思考を通して世の中のさまざまな複雑な事象を単純化し、物事の本質を見極める力を身につけることを目的としています。今回のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。バランス思考がわかる本。自然界が相反する2つの世界を作ることによってバランスを保とうとすることを陰陽思想といい、相反的バランス思考の根底となっている。現代の間違った極端な思考について、相反的バランス思考を持って正しく生きていく方法を提案している一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。